今日はステンシルの図柄ですねはどうやって考えていますかっていうのをねご相談いただきました。ご質問いただきました。で、季節のものだったら何か図鑑だったりとか、あとは本屋さんに行ったりとか、あと図書館に行ったりとか、あと今ネットとかでもね、どんな形かなって参考にはできると思います。で、まあ、それを参考にして、まあ、自分流に書いてみる。まずは鉛筆で下書きをしているっていうのが多いと思います。で、あと、アートの図柄はどうやって思いつくんですかっていうことなんですが、まあ、これも一緒ですよね。例えば、今の季節、まあ、今冬なんですけれども、冬に咲く花って、まあ、どんなのがあるんだろうって、やっぱり結構多いのは、本屋さんとかに、あとは図書館とかですよね、に行って図鑑を見たりとか、イラストですよね。そういうもののなんか本とかを見ながら、まあ、アイデアを出すというか、まあ、いかに簡単に描けるようにステンシルを描いていくかっていうところだと思います。はい。なので本当にもう日常にあるもの、あとはね、そうですね、写真、自分が撮った写真、風景だったらその自分が撮った写真だし、あとは例えばいちごだったりとかりんごだったりとかって、例えばねぶどうだったりとかってするじゃないですか、書こうと思うじゃないですか。自分が撮ってる写真ですね、食べ物の写真だったりとか、そういうものを参考にしたりとか、あとは実際に、まあ、これからだったら今バレンタイン、これからバレンタインなんですけれども、バレンタインだったらそのバレンタインのチョコのチラシだったりとか、なんかそういう本当に身近なものから簡単に描けるものを自分の頭の中で変換して、でそれを簡単に、まあ、まずは鉛筆書きをしてみるみたいな、そんな感じで図案っていうのは作ってます。なのであんまり難しく考えずに、まあ、日常自分の、身の回りにあるものだったり、まあ、ネットだったりっていうのをっていうものから、そうですね、ヒントにしてみるといかがでしょうか。はい、よかったら参考にしてみてください。今日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。梅村千恵でした。